不足というものを解消するっていうのが一番のモチベーションで、まあ、来年再来年ぐらいにはレベル4を目指していこうというところです。ちょっとした移動でもやっぱり歩くのが困難だって人もいっぱいいる中で、そういった人たちに適切なタイミングで移動サービスというのを提供するということと、今直面しているドライバー不足っていう問題を解決するには無人で運転できるというサービスをタイムリーに提供していくっていうことが、多分地方も活性化つながりますし、生活の質を上げることができるっていうところを考えていますので、まあ、そういったところで貢献していきたいなというふうに強く思っています。すべてのバスが無人に置き換わるとは思ってないです。例えば都市部だとかはいろんな交通参加者がいるという難しい環境ですので、そういったところは多分無人できないと思うんです。まあ、地方までは行かないんですけど、少し大都市よりは人が少ないところをどん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 無人に置き換えていって、不足というものを解消するっていうのが一番のモチベーションで、ドライバーさんの仕事を奪うっていうことにはならないようにできるものだと思っています。今年度の平塚と北九州の実証では、そのいわゆる信号連携機能の次の信号でどのぐらい変わるかという機能を取り入れることで、よりスムーズな運行ができるようになったというふうに感じています。現状ではまだレベル2でドライバーが必要な状況で実証実験を重ねているんですけれども、まあ、来年再来年ぐらいには一部の区間だけでもレベル4を目指していこうというところです。乗用車と圧倒的に違うのは、長さもそうだし幅もそうだし、ミラーも出ていて、で線も高いんで、そういうケアしなければいけないところは圧倒的に多いですよね。一番やっぱり難しいのはブレーキをかけるところで、危険を察知した場合に強いブレーキをかければ危険って回避できるんですけど、これはやっぱり乗用車に限った話で、バスで言いますとその強いブレーキをかけるとどうしても中の人が転倒したりして、より被害が強くなるというリスクもあるので、強いブレーキがかけられない、やっぱり飛び出しとかのリスクに対して課題があるとかっていうところが大きな違いで、やはり大型車の難しいところだというふうに考えてます。今後はさらにいわゆるレベル4を目指していかなければいけませんので、機能が疾患した時でも安全に停車する機能だとか、アプリケーションの作り込みに加えて冗長設計というものも取り組んでいきたいというふうに思っているところです。10年後はレベル4無人で運行してきてないと一生できないよってなっちゃうと思ってるんですよ。逆に言うと10年後と言わずに2030年代前半ぐらいには目指していかなきゃいけないというのはすごく感じているところですね。